リンカーン軍は、アメリカ合衆国のテネシー州にある軍。2000年の人口は3万1340人で、軍庁所在地はハイエットビルである。アメリカ独立戦争で先行を挙げた、ベンジャミン・リンカーン少将にちなんで名付けられた。テネシーウイスキーの蒸留方法、リンカーン軍製法は、ジャック・ダニエル創業者のジャック・ダニエルがこの地で開発したことから名付けられた。しかし、 後にその地域がムーア軍として分離したため、現在のリンカーン軍とは異なる。軍の行政はリンカーン軍委員会が担う。委員会は8つの地区に分かれ、各地区から3名の委員が選出されるため、計24人がいる。その上には、軍長官がいる。2000年の国勢調査時点でこの軍には3万1340人、1万2503世帯。 9077家族が暮らしていた。人口密度は1平方キロあたり21人で、平方マイルに換算すると55人となる。住居数は13,999件で、1平方キロあたりに9件が立っていることになる。住民のうち白人は90.26%、アフリカ系は7.35%ト、ネイティブアメリカンは0.49%、 アジア系は0.32%、太平洋諸島系は0.03%、その他は0.34%を、根血は1.19%を、ヒスパニックは1.02%を占める。二千年国勢調査の結果をもとに作成した軍の人口ピラミッド二千五百三世帯のうちセントは十八歳未満の子供と暮らしており、セントは 夫婦で生活している。10.9%は未婚の女性が世帯主であり、27.4%は家族以外の住人と同居している。24.6%が一人未世帯で11.6%を独居老人が占める。1世帯あたりの平均構成人数は2.47人、家庭の構成人数は2.93人である。 住民のうち23.9%が18歳未満の未成年8.0%が18歳以上24歳以下27.7%が25歳以上44歳以下24.9%が45歳以上64歳以下15.6%が65歳以上となっており平均年齢は39歳である 女性100人に対し男性が93.9人にいる。一方、18歳以上の女性100人ごとに対しては90.8人にいる。一世帯あたりの平均収入は33,434米ドルで、家族ごとでは41,211米ドルである。男性の平均収入は39,17米ドル。 女性の平均収入は2万1722ベイドルで、労働者でない人々も含めた、住民1人当たりの収入は1万8837ベイドルとなる。総人口の13.6%、家族の10.0%、18歳未満の子供の16.8%、及び65歳以上の老人の19.9%は、貧困線以下の収入で生計を立てている。 国勢調査局の調査では総面積1478平方キロで、うち1477平方キロが、陸地、総面積の0.07%に当たる1、平方キロが水域である。アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステーツセンサスビューロー。 http://factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。